ヘブライ語、ヘブライ語、ヘブライ語、アイベレットは、アフロアジア語族のセム語派に属する北西、セム語の一つ。ヘブル語とも呼ばれる。ヘブライ語には、古代に、パレスチナに住んでいた、ヘブライ人が母語として用いていた、言語古典、ヘブライ語、またはと、現在イスラエル国で話される現代ヘブライ語とがある。現代ヘブライ語は、ヘブライ語で、イブリート、イブリットと呼ばれ、 古代の聖書ヘブライ語は、あるいは、聖なる言葉すなわち、神の言語という名前でられていた。古典ヘブライ語は、ユダヤ人が世界離散、ディアスポラした頃から次第に話されなくなり、後の時代の離散ユダヤ人は、変わってアラビア語、ラディーノ語、イディッシュ語などの諸言語を、奇的に用いた。そのため、ヘブライ語は2000数百年の間、ユダヤ教の言葉として、聖書、 ヘブライ語聖書やミシュナーなどの研究、儀式、祈り、別々の言語を話す遠隔のユダヤ人、共同体同士がコミュニケーションを取る場合などに使われるのみであった。しかし、20世紀にヘブライ語が現代ヘブライ語として再生され、他の言語に代わってイスラエル国に居住するユダヤ人の日常語の地位を占めようになって現在に至っている。 この言語の一般的な名称として使われているヘブライの名はユーフラテス川を越えて移住する人たちのことを総称してヘブル人と呼んでいたことに由来する。今から紀元前3500年頃に現在のイラクからカナンの地、現在のパレスチナイスラエルに移住したとされるアブラハム一族とその子孫である人々が多少としてヘブル人、ヘブライ人などと呼ばれるようになり、 彼らが使う言語が、ヘブル語、ヘブライ語と呼ばれる。特徴として、同じセム語派に属するアラビア語と同様に、この言語は、右から左に、右横書きで書く。また、ヘブライ文字は、アラム文字に由来するため、日本語や英語などと違って、子音を表す表記はあっても、母音を表す表記はないことが多く、言語の習得には、ある程度の慣れが必要である。 ネクダーと呼ばれる母音記号は存在はするが、日本語で出版されているヘブライ語の文法書や語学書や辞書など、言語習得のための書等教科書や、発音のわからない外来語の表記の際に使われるだであり、文章を読んだり書いたりする際に使われる機会は少ないが、イスラエル国でもシア・シャール・ラマトヒールというヘブライ語初心者向けの新聞にはネクダーが付されている。 古代のヘブライ人の言葉が、カナン語と混じり合って出来上がったものだとされている。ヘブライ語で書かれた、最も著名な書物は、ヘブライ語聖書、キリスト教徒にとっての旧約聖書である。この言語は、当時のオリエント世界の共通語であったアラム語にとって変わられていき、旧約聖書も一部はアラム語で記述された。後の新約聖書の時代においても、イエスは、日常的には、 ヘブライ語と共にアラム語を話したと考えられており、新約聖書にはイエスの言葉として両方の言語の言葉がそのまま記載された箇所がある。この二言語は極めて禁煙であり、さらに長年の言語接触で一種の方言連続体を形成していたことから、この時代のユダヤ人は自然とアラム語とヘブライ語のバイリンガルとなっていたと推測されている。紀元70年に ユダヤ人の世界離散、ディアスポラが起こってからは、ユダヤ教における宗教儀式において使用される他は、ラディーノ語、イディッシュ語の中に痕跡を残すのみで、一般的な話派としては、完全に使われなくなっていた。中世に入って、文献学者の和比ユダヤ人にして、初めて大学で、聖書ヘブライ語を教授し、カバラについての著書、デアーテキャバリスティカを残し、ラビとしての教育を受けた。 バルーフ・デスピノザは死後遺行集とした出版されたヘブライ語文法創記で文献学的聖書解釈の観点からより言語語学的なヘブライ語の説明を行った。その冒頭部で母音を表す文字がヘブライ文字には存在しないにも変わらず母音のない文字は魂のない身体、コーパーサインアニマであると記した。現代ヘブライ語は20世紀に日常語として 復活した。しかし、ヘブライ語が日常語として用いられなくなっていた。時代でも、ヘブライ語による著述活動は、約1800年間、途切れることなく続いていたのであり、全くの死語となっていたわけではない。現代ヘブライ語は、ミシュナーヘブライ語など、後世の言語的特徴を多く含む。19世紀に、ロシアからパレスチナに移り住んだエリエゼル・ベン・イェフダー。 1858年から1922年は、ヘブライ語を日常語として用いることを実践した人物であり、ヘブライ語復活に大きな役割を果たした彼の息子ベンツヨーンは、生まれてから数年間は、ヘブライ語のみで教育され、約2000年ぶりに、ヘブライ語を母語として話した人物となった。しかし、彼が聖書をもとに一から現代ヘブライ語を作ったわけではない。 彼の貢献は主に語彙の面におけるものであり、使われなくなっていた単語を文献から探し出したり、信号を作ったりして、現代的な概念を表すことができるようにした。そのために、全16巻からなるヘブライ語大辞典を編纂したが、完成間近で没し、死後に出版された。こうしたユダヤ人の努力によって、ヘブライ語は話し言葉として再生され、後に、 イスラエルの公用語の一つとなった。一度日常語として使われなくなった古代語が、再び復活して、実際に話されるうになったのは、歴史上このヘブライ語だけである。現代ヘブライ語は、イスラエル国内に、多数のアラブ人が居住していることにより、アラビア語の影響を受けており、ファラフェル、など、アラビア語起源の単語がそのまま、ヘブライ文字で記載されることが少なくない。さらに、 経済のグローバル化や情報技術の発達などにより、インターネットなど英単語をヘブライ語に翻訳することなく、そのままヘブライ単語となることも少なくなく、さらにコンピュータ関連の文書などにおいてヘブライ文字で記載されいるヘブライ語の中に英字で記載されてある英単語がそのまま挿入されていることもある。また、この場合英単語は、 右から左へではなくそのまま左から右へと記述され挿入される。現代ヘブライ語において用いられる数字は数学で用いられているアラビア数字である。そして右から左へ記載するヘブライ語の中に左から右へ記載するアラビア数字を挿入して記載していい。そしてマイクロソフト社のマイクロソフトワードを用いてヘブライ語の文章を作成する際にもヘブライ文字は 右から左へ記載されるが、数字だけは左から右へ記載されるようになっている。世界各地からユダヤ教徒がイスラエルへ移民しているため、イスラエルにおいてはイスラエルへの移民であるか否かを問わず、また、イスラエルへ定住する医師の有無を問わず、誰でもヘブライ語を学習することができる成人を対象としたヘブライ語の教育機関としてウルパンが設立されている。 21世紀初頭において、ヘブライ語話者が多数を占める国家は、イスラエル一国のみである。イスラエルにおいて、ヘブライ語は、アラビア語と共に、公用語の地位にあるが、同国内における、ユダヤ人とアラブ人の人口及び政治的、経済的影響力の差によって、ヘブライ語の影響力の方が強く、事実上唯一の公用語の地位を占めている状況に、ある。 さらにベンヤミン・ネタニアフ政権は2017年5月7日にアラビア語を公用語から外して国語へと格下げしヘブライ語のみを公用語とする閣議決定を行った。現代のヘブライ語事情に関してはイスラエル国内のアラブ人、すなわちアラブ系イスラエル人、並びに占領地におけるパレスチナ人はヘブライ語を非常に流暢に話している。彼らの方が成人になってから ウルパンというヘブライ語教室において、ヘブライ語を少しだけ学ぶユダヤ系米国人たちよりも、ヘブライ語に堪能であると思われる。その背景として、ヘブライ語とアラビア語は、文字は異なるが、共に、セム語派の言語であり、文法や語彙などにおいてかなり類似点があるからである。また、現代のパレスチナだけではなく、イスラエル国内においても多数のアラブ系、イスラエル人が居住し、 イスラエル建国以前は、アラブ人の都市や村落も多数あるため、アラビア語起源の人名や地名など固有名詞のヘブライモ字カも行われている。具体的には、アラビア語で、ようこそなどを意味する、アハラン・ワサハランは、と、ヘブライモ字化される。ヘブライ語の文法は少し分析的言語の特徴を持っている。予覚や脱覚や対角の代わりに、全知詞を使う。 しかしまた、動詞と名詞の語形変化が重要である。ヘブライ語の言葉は三次の語根からでき、その語根から名詞と動詞と形容詞ができる。これは、アラビア語とよく似ている。聖書ヘブライ語の語順は、動詞主語目的語のベソ型だったが、後に、主語動詞目的語のスボ型移行した。ヘブライ語は、イスラエルでの日常会話に使われるほか、正しい聖書理解。 ユダヤ教を含むセム語学、アフロアジア語学などに必須の言語である。一下には基本的なものだけを集める。ヘブライ語の単語や文例の一覧、楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。